皆さんこんにちは、カメマルコです。はい、皆さん今日はね、爬虫類女子の陸亀お散歩ルーティーン、イエーイということで、今回はちょっと今ちょっと起床しちゃったんだけど、これからね、うちのギリダ君、今日は天気も良くて本当に最近ね温度も高いので、今日はうちの暴れん坊将軍のじゃじゃん、こちらギリダ君を外に連れて行きたいと思います。いいお散歩するぜ。今日はね、爬虫女子のねルーティーンって言っちゃったけど、まあね、眉毛と唇だけ描いて、ちょっと日常をね、少しね見せつつ、はい、ゲイタ君と散歩今日はね行きたいと思います。ね、日差しはねやばいからね、本当に今日差しがやばい。よし、もうこれで本当に日焼けしないで済むのかが分からないけど、よし、じゃあね、これでマスクつけて、持ち物は飲み物とこのギータ君リード、キリちゃんズ、キリちゃんのね、キリチヨ商店のリードで、リュックを持っていきます。よいしょ。で、動きやすい格好で、あ、これワニさんの T シャツ、タロイモ T シャツ、よいしょ。なんか干してる洋服見えるけど、コーディネートは、はい、こんな感じです。じゃあ行ってきます。レッツラーゴー。ということでですね、天気もすごくいいので、近くの公園にギリタ君をバケツに入れて、連れて行っているところです。まあ、普段はねバケツか、まあ普通に虫かごに入れて持っていくんですけども、まあね、結構すぐ本当に家の近くの公園なんでね、今日はバケツで持っていく時も日光浴できるといった形で持って行ってます。はい、ということでね、すごい顔してるんですけど、風がやばいんですよね、これ。風がやばすぎるのと、カメラの方向が太陽で目が開かない状態って感じで、でですね、これ音量めっちゃちっちゃくしてるんですけど、風の音がやばすぎて、この時点で喋っても聞こえないなと思い、ここからは全て無音でお送りします。はい、ということで別撮りでね、撮ってるんですけども、今ねギリタ君のリードをつけてるとこなんですけども、まあ風があってもね散歩はできますんでね。ということで、そろそろ、あ、つけれましたね。ギリタ君のつけるもだんだん慣れてきました。はい、ということでね、やっと地面に散歩できるようになったカメコ君なんですけども、今日の動画でね、皆さん一番伝えたいことがあります。本当に皆さん、本当の太陽の日光浴ってマジでやった方がいいです。はい、で、普段ケージの中にいる時って、太陽光を、まあ、再現した、UVB ライトなど、皆さんいろいろつけてらっしゃると思いますが、本当の太陽にはやはりライトだけではかないません。まあ、なんでケージで、まあ、そちらをつけるのはいいんですけども、やはりケージだけの日光では足りません。そして普通の窓越しの日光浴っていうのは、窓で紫外線をシャットダウンしてしまうので、結構あんまり意味がないと言われてますから、本当にこうやって外の日光を直接甲羅に浴びせるってことが重要になってきます。冬はね、寒すぎてあまりできないので、もう暖かくなってきた春、夏、秋、もうそれぐらいはね、もうやった方がいいですね。で、私が今、まあ、こんな感じでいろんな人と喋るようになって、いろんな方から聞いてる情報を、いろんな方のリクガメの飼育情報をね、聞く機会もやはり多いんですが、やはりですね、ライトはもちろんなんですけど、結構昔から飼ってる方の飼育方法と最近飼われた方の飼育方法が違かったりね、まあ、世代によっても結構違かったりするんですよ。で、結構昔からずっと飼われてるとかは、それが本当とは言えないですけども、ライトは必要ないって言ってる方もいるんですよ。
まあ私はあった方がいい派なんですけど、ただそれはなんでかっていうと、そういう方で多いのはやはり本当の日光浴をさせてるからだと。で、まあ、忙しくても週に1回以上は必ず本当の日光を浴びせてるっていう話を、よく聞きますね。まあ、なんでそういう話を踏まえて、やはり本当の日光は本当に必要性が高いんだなと感じました。なんで普通のライトもつけますけど、私は週に1回以上は本当の日光を甲羅に浴びせるようにしています。まあ、あの散歩ももちろんですけども、 ある程度の時間、ベランダとかで日光浴させたりとかですね。まあ、カラスとかなんかそういう危害とかも怖いから、あんまり目を離せないので、そこは気をつけた方がいいんですけども、あ、これはですね、下の体温、土の体温が高すぎではないのか、確認してます。結構ね、土は大丈夫なんですけど、アスファルトとかコンクリートは日光ですごく熱くなりやすくて、やけどにもなってしまうので、散歩する際は必ず温度チェックねした方がいいです。皆さんそこは気をつけましょう、ぜひ。ということでですね、本当にそういったライトいらないのって私も最初昔は聞いた時びっくりしたんですよ。ライト いらない派がいるっていうの。でもその方たちはやはり本当の日光浴をさせてる。まあ、私はなんで本当の日光浴&ライトを使う予報やってますけども、まあ、それほど本当の太陽をぜひ自分の家のリクガメさんに会って浴びさせてみてください。だいぶね、元気さとかも違うし、コンディションもやっぱ変わります。自分が飼育してて、やっぱ冬よりもやっぱり春夏秋は外に出してるからか、すごく元気だし、食欲も結構上がる感じもするし、やっぱりね、見ててもね、甲羅が本当の日光を浴びて吸収してるのを見ると、こっちも気持ちがいいですからね。まあ天気とかもありますけども、ぜひ皆さん日光浴、本当の太陽を、ね、これから暖かくなってきますから、ぜひぜひ浴びせてみてください。はい、ということで本日は日光浴のお話の動画でした。ギリラくんの散歩もね、楽しくこの日もできてよかったです。はい、ということでルーティーンってことだったんですが、急遽ね風が強すぎて、ちょっとこういった動画になりましたが、皆さん、いかがでしたでしょうか。ちょっと参考になったよっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、亀丸子でした。バイバーイ。